驚愕、意味のわからない謎の物体、5000。こんにちは、ユウです。オートアークとは、それが発見された場所や時代とが全くそぐわず、なぜ存在するのかが謎とされているものの総称です。オートアーツはなぜ存在し、どのようにして製造したか分かっていません。中には現在の加工技術をもってしても、作成困難なものも存在します。ここでは、これまでに発見されてきたオートアーツをまとめてみました。地球最大の謎の一つ、オートアーツの世界に浸ってみましょう。黄金スペースシャトル。黄金スペースシャトルは、コロンビアの古代遺跡から発見されました。黄金シャトル、や、黄金ジェット、とも呼ばれ、シヌー文化時代のものという説と、さらに古い、プレインカ文明のものという説があります。黄金スペースシャトルは黄金で作られ、幅5センチメートル、高さ1センチメートルほどで、ペンダントなどアクセサリーとして用いられていたと考えられています。黄金スペースシャトルは、飛行機やスペースシャトルのような形状をしています。研究者の調べで、非常に航空力学にかなった形をしていることが分かっています。アンティキティラ島の機械。アンティキティラ島の機械は、古代ギリシアで作られた天体観測用の歯車式機械です。この機械は1901年に、アンティキティラの沈没船から回収されました。紀元前150年前に作られたと考えられていますが、この技術レベルの機械が一般的に作られるようになるのは、これより1000年も後でした。研究者はこの機械のデザイン性、天文学的正確性は常軌を逸しているとし、人類にとってモナリザよりも価値が高い発明品だと発表しています。アンティキティラ島の機械は、最古のアナログコンピューターと呼ばれており、高度な天文学と数学を用いて製作されました。この機械は1年365日を計測することができ、ウルード氏にも対応していました。一般的には、ウルード氏の発明はこの機械の製造より100年後とされています。コスタリカの石球。コスタリカの石球は1930年初期、コスタリカの密林で200個以上発見された石の球体です。大きさは直径2センチメートルのものから直径2メートルのものまでと幅広く、現地産の岩から作られていました。最重量のものは25トンを超えています。現地の法律で持ち出しや売買は厳しく禁止されています。コスタリカの石球は、西暦300から800年に栄えたビプス石器文化のものだと考えられていますが、正確なことは分かっていません。また、石球の配置には規則性があり、天体や星座を表しているとも言われています。水晶ドクロ。水晶ドクロはこれまで数十個発見されており、マヤ文明やアステカ文明、インカ帝国の考古遺物だとされています。このドクロは1927年、イギリスの F.A. ミッチェル・ヘッジスによって、ルバーンズ遺跡で発見されました。2008年、スミソニアン研究所で詳しい検査が行われたところ、この水晶ドクロの表面からダイヤモンド研磨剤の切断痕が見つかり、19世紀頃に作られたものではないかと発表された。しかし、この水晶ドクロは現在でも再現することが難しく、非常に時間がかかるため、誰が何の目的で作ったかは依然不明のままです。ベリーの鉄柱。ベリーの鉄柱とは、世界遺産クトゥブミナール内にある錆びない鉄柱のことです。この鉄柱は 99.7% という高純度の鉄で作られており、直径は 44cm、高さは 7m、支柱部分で 2m あります。さらに重量は10トンにも達します。紀元415年頃に建てられたと言われており、現在ではインドの観光スポットとして世界的に有名です。高純度の鉄でも50年ほどで錆びると言われていますが、ベリーの鉄柱は、1500年以上風雨にさらされながらも錆びることはありません。また、鉄柱表面にはサンスクリット語が刻まれており、オートアーツの一つとして数えられています。以上、ユウがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。